神様ヘルプ主演の加藤和樹さん、そしてゴスロリ処刑人主演の秋山里奈さんです。どうぞ。僕がこう笑いながら人を殺すんですけど、結構そのなんか狂った表情というか、そういうところはこう心霊的なホラーとは違った、そういう猟奇的なちょっと怖さというものがあるので、そこは多分すごく迫力があるんじゃないかなと思います。笑い方とか、その目の動きだったりとか、体の動かし方とか、今回いろいろたくさん研究して演じたので、そこは細かいところまで見ていただけたら嬉しいですね。何リットル血のりを使ったのかわからないぐらい血を飛ばして、手首が吹っ飛んだり、腕が吹っ飛んだり、首が吹っ飛んだり、内臓がドロドロ出てきたりとか、もうすごいです。本当にぜひお腹いっぱいの時は見ない方がいいかもしれないですね。現場ではこう結構血のりが雨のように降ってたので、常にスタッフさんがビニールシートを持ってたり、シャンプーするたんびに赤いお湯が流れたりとか、顔がいつも真っ赤に染まってるスタッフさんがいたりとか、本当にたくさん血が出てきたので、血が好きな方、ホラー好きの方も楽しめると思います。楽しかったことは、僕本当にホラーものが好き で実際にこう学校を使って撮影をしてたんですよ。で、そういう夜になった学校をちょっと探検するのがすごく楽しかったです。真冬に撮影してたので、やっぱ夜中とかアクションシーン撮ってるとすごく寒くって、血のりがついてる分体温を奪われまして、自分が凍るんじゃないかなと思いました。でも逆にこの衣装を今着て思うのが、夏に撮影だったら蒸発して全部なくなってたんじゃないかなと思うんで、冬でよかったです。なんだろう、なんかもう自分を常に処刑したいですね。なんかこうミスをすることが多くて、てかできないかったりするとやっぱ悔しいと、その出来事は抹殺したいですけど、実際、人は処刑したいと思ったことはちなみにありません。はい、大丈夫です。予想以上になんか、何でしょう、すごくお似合いというか、これなら処刑されてもいいかなと思います。靴がおしゃれですね。スーツが非常によくお似合いで爽やかで、ホラー映画っていう雰囲気では一見ないですけど、はい、あまり見ないでください。はい、爽やかです。はい、どうもありがとうございました。加藤和樹さん、そして秋山里奈さんでした。ありがとうございました。